ノルウェーの美術館にあるトルソ・フェルナンド・ボテロ・アングーロはコロンビアのネオ・フィギュラティブ画家、彫刻家、最もコロンビア人らしい芸術家と呼ばれる。彼はすべての創作活動において色と形を通して彼自身と主題の主要な部分を捉えようとする。作品には生物画や風景画も存在するが肖像画を最も重視する傾向にあり、 人間や動物を誇張された、ふくよかな体型で表現した作品で注目されるようになった。彼が太った人々を描くことを選んだ理由を、評論家たちはしばしば事物や状況を風刺するためだと解釈するが、これについて、ボテロ自身は次のように説明している。芸術家は理由などを知らずにある形に引き付けられる。ユ a アドプ t a ポジションイントゥーティブリー理屈をつけて正当化するのは後からすることだ。ポテロは言葉や色、形、比率の選択といったものの最も根本的な感性を直感的な美的思考に求める抽象芸術家である。しかし彼の作品はコロンビア育ちが反映され、コロンビア社会の風土がすべての作品に影響している。ポテロは まだバロック様式の教会の残るコロンビアのメデリに生まれ少年時代は美術館のような伝統的な芸術資産からは隔絶した環境で育った。このことを含めてコロンビア時代は彼の芸術に大きな影響を与えた。コロンビアの子供たちは教会へ行くとマドンナを見ます。それはとても綺麗で完璧です。 南アメリカでは時期のような完璧さは美の非常に大きな部分を占めています。ラテンアメリカの彫刻はスペインの木の彫刻よりもっと滑らかで陶磁器のようです。だからヨーロッパや北アメリカとは対照的にとても幼い頃から芸術と美の概念をつなぐのです。私は芸術は美であるという理想と共に育ちました。私はこれまでの全生涯。 視覚的な完璧さを作る全ての要素を見つけるための美である芸術を生み出すことに挑んできました。あなたが私のような背景を持っていたなら美術によって損なわれてしまうことはできないでしょう。なぜなら本当にそれを見たことは決してないからです。もしあなたがパリに生まれたならあなたはどこでも芸術を見ることができる。だからあなた自身が芸術を作り出すようになるまでに あなたは台無しにされてしまう。あなたは、そのような美に飽きて、他のことを求めるようになるでしょう。しかし私は全く違いました。私は美に飽きませんでした。私はそれに飢えていたのです。以上は、フェルナンド・ボテロ・ペインティングス・ド・ドローイングス・エド・ウェルナース・パイズ・ミューニック・プレステル・バーラグ・1992・トラレイティド・フロム・ジャーマン・エディション・フェルナンド・ボテロ・ビルダー ゼイシュナンガン、スカルプチャーンからの引用。ピーター・ステッパンが1986年5月8日にミュンヘーンで行ったインタビューより、その後、ヨーロッパに渡り絵画を学び、後にニューヨークに移住。1973年からは彫刻も制作するようになる。2004年には1999年から2004年にかけて制作した。 コロンビアの長期にわたる内戦の情景を描いた23枚のアブライト27枚のデッサンをコロンビア国立美術館に寄贈し5月4日から6月11日にかけて公開された2005年アブグレーブ収容所での米兵による囚人の拷問と虐待を描いた50枚の絵画を発表し事件が芸術家に与えた怒りと衝撃を表現したこの作品はイタリア、ドイツ、 ギリシャで公開され、2006年10月にはニューヨークでも展示された。ボテロはこの作品を売却する予定はないが、代わりに事件を記憶するためのものとして、美術館に寄付するつもりだという。ありがとうございます。